雨降ってますね。ね、来た時結構さーっと、ちょっと傘ささなくてもギリいけるかいけないかぐらいの。そうそうそう、さすか悩んだ傘。私、ね、今日傘持ってきてないんで。でしょ。これから雨になりそう。やばいんだよな。え、雨降ってました。だって。ね、きついな。ね、強くなんなければいいけどね。なんなければいいけど。足元の悪い中で。ありがとうございます。え、北千住来たの初めてって方。おじゃあほぼ私と一緒だ。これをきっかけにね、ありがとうございます。いい場所って思ったり、ね、そうだからね、もう今日はいや緊張すごいしてるんですけど、伝わってくる、ね、始まる直前まで どうしようどうしようって言って、5秒前で MC タピオカだから落ち着くんだよタピオカがね。そう、水用意しろって感じなんですよ。何でもいいんだよ、何でもいいんだって、何でもいいんだよっていうぐらいね、タピオカ飲んじゃぐらい MC が緩くやりたいと思います、うん、それがモットーなのね。さっきからなんかこれさ、持った瞬間に台本にすっごいついてきた。台本、私の台本すごいびしゃびしゃです。助けて、はい、てな感じで、すごいすごい緩くやりたいと思います。はい、はい、それでは始めましょう。ののののののムーンナイトウェブ、イエーイ。なんですよ。いや、おめでとうございます。バグリバグリ誕生日かな。すごいすごい誕生日ってみんなが拍手してくれるんですけど、いや今日はね本当に1回目で緊張してるんですけど、もうね私の仲のいい2人がいるので、いや本当に嬉しい、助けてもらいながら、支えてもらいながらやっていきたいなと思います。はい、じゃあ名前だけちょっとね一言ずつ。はい、はい、のののんです。よろしくお願いします。はい、はい、あ、じゃあ私私が新人声優の谷しおりです。よろしくお願いします。普段は役者として活動してますゆうきときです。よろしくお願いします。すごい目の前にさモニターあるんだけどさ、みんな顔ちっちゃくない？そんなことない、一人だけさそんなことない、そんなことない、一人だけすごいもう肉団子みたいな、みんなどんどん後ろに下がってく、そうそう、最終的にはみんな壁にちょっと下がりすぎたみんなでさここ平等にさ、あ、そうか、仲間で、わかりました。ということで、はい、この番組は東京都あちだく北千住駅の早速出たね。いや緊張してます本当に。足立区、私今まで、私この文章ずっと読んでんのに、初めて間違えた。第1回目っていうね、緊張感が。はい、この番組は東京都足立区北千住駅前にある C-Wave6 階千住ベーススタジオから生放送でお送りしています。イエーイ。すごいショールームでもコメントが、お、早速まさたんさんが新しいスタジオ綺麗になったなお、スタジオ綺麗、来たことあるよね。後ろがね、ね、そうそうそう、駅にね、YouTube どうだ。早速コメントを今。そう、ありがとうございます。あ、のののんちゃん MC 頑張れって。わー、すごい、ありがとうございます。あ、嬉しい、冠番組おめでとうって言ってくれて、おめでとう。ありがとうございます。たくさん盛り上げてください。よろしくお願いします。じゃあれだね、ちょっとちゃんと詳しく自己紹介しておこうか。はい。私はのののん、26歳、松竹芸能に所属しています。普段はグラビアタレント、そしてあの女優、まあ声優以外は全部やっています。はい、あと一昨年にあのミスとスポというあのミスコンでグランプリを受賞しました。よろしくお願いします。どうぞ。私からか。はい、改めまして、アルディという声優事務所に所属しております谷しおりです。アニメとかゲームとか CM ナレーションとか、あと舞台にも出演したりしております。そうですね、そんな感じです。よろしくお願いします。じゃあ、はい、ゆうきときです。普段は役者、まあ、女優業を、主にやっていて、
最近といってももう2年ぐらい月1でコントライブに出演していて、月1でコント1本書いてます。私もそんなこともやってます。よろしくお願いします。いや意外とね、うん、私はここと個人個人で仲良くて、うん、それでお誘いしたんですよ。そうそう、何で仲良くなったの。そうだから、うん、最初他のゲストさんもいるけどごめんねみたいなちょっと初めましてになるかもしれないけど、ね、って言ったら、うんうん、まさかのこう知り合いで、そうなんですよ。すっごい仲良く喋っててもう一人ですよ。そうなっちゃんとはね、この間のオケマルっていうラジオでゲストで出演させていただいたりとか、もともとね学生時代のバイト先が一緒だったっていうので仲良かったんですよ。でポッキーね、そうそう、ポッキーはなんと1年前にひなこうという舞台に出演した時に、うん、ね、同じチームで共演してたんですね。していやびっくり1年ぶりの再会。そうそう、私ものんちゃんとはあのコント、さっきも言ったコントでいつも一緒になってて、私の書いたコントにも出てくれたりとかもね、してる仲なんだけど、うん、まさかね、ここ世間狭っ、本当にびっくりしそう、世間狭いね。だから最初自分からオファーした時に、うん、もう2人から返事来たのか、うん、みたいな、トキちゃんからは、うん、しおりちゃんみたいな感じで、うん、で、もうしおりちゃんからトッキーみたいな感じで来たどういうことどういうことってすごいね、見に来たかったその舞台、もう一回やんないの。やんやなぁ、また別のやつだ ねそれこそ2人のコントが見たいもん。おお、ね、どんな感じなんだか、ボケたいボケでしょ、だって別に2人でやるわけじゃないんで、そうなんだ、出演者がいっぱいいる、うん、何人もいるコントをやる中のね、2人っていう、ぜひ行かせてくださいぜひ来てください。気になるんだけどさ、うん、舞台で共演した時は、うん、何役と何役だったの。うんと、まあ、なんか女子高生がいっぱい出てくる高校が舞台のね、わちゃわちゃした作品の中の顧問の先生の役で、あ、出そう絶対そうだよね。高校の演劇部が舞台の作品の顧問の先生で、その演劇部でドキュメンタリーを撮ろうっていうことになって、こうやってきたカメラマンの役、そう、職人っぽい、そうそう、職人、職人系のカメラマンです。配役すごいちょっと芸術家っぽい感じあるよね。そうそうそう、そうそう、ね、そうね、芸術家っぽい、私っぽい感じある、あるあるある、似合ってた。見に来たかった。あ、すごい YouTube でもまたコメントで、まあ、強力な助っ人に安心ですよねって本当に、ありがとうございます。強力かな、まだわかんないですよこの後ぐちゃぐちゃにするかもしれない。本当に緊張するととんでもないこと言うんですよ。この前ラジオで9月15日を9時15分って言って始まりました9時15分もうね、今日1個ね、今日1個やっちゃった、あと10個です、1個も出たからね。漢字を全然あの読めるんですけど、本当やっちゃったやっちゃったやっちゃった、まあ、普段これぐらい天然で結構おバカキャラなんですけど、はい、すいませんでした。はい、ということでね、早速なんか音楽流していきましょうかね。じゃあ最初にまず1曲、ドリームゾーンでアンサーです、どうぞ。聞こえてないんで、届かなくてそれでも好き
リームゾーンでアンサーを聞いていただきました。はい、じゃあ次のコーナーに行きましょう。はい、はい、次のコーナーは私の天然エピソード。私のなんかもう天然であることが前提のコーナーですけど、ね、今ののんやばいですよ。自分でこれあのタピオカ飲んでるつもりなくて、うん、あの水飲んでると思ったら、うん、なんかナタデココが来て、ナタデココが来てないんだ。そう、ナタデココなんでしょ。あ、そうなの。で、うん、すごいあの、うん、曲が終わるときにタピオカがすっごい口の中にいて、これ。もう多分アーカイブ見たら分かると思う。うん、私すごい、もう曲の上で。ね、もう曲終わるよっていうね、キューが出てた時にナタデココ飲み込んでしかもナタデココ詰まった、ね、もう早速ものすごい天然を炸裂してる、ね、新鮮な天然。この中で一番タピオカしてない。この中で一番タピオカタピオカの何の話をしようとしてる。この中で一番天然なのタピオカ。いやまあね、もうこれはね、もうあなた、いやいや、もうでも、はい、ちょっと私知ってるんだよね、はい、トッキーが、はい、トッキーもこの子、なんかさ、おとなしくてさ、大人っぽい感じするじゃないですか、ね、凛としたね、凛として。私も最初その印象だったんだけど、うん、彼女もかなりとんでもない天然の持ち主で。ちょっと言っていい？どうぞ。いやいや、全部じゃあ今日は気づきだ。なんか先ほど話した去年の舞台のひなこでね、うん、共演した際に天然エピソードがありまして、カメラマンはなんか白い、そう、あのちょっと K-POP みたいな、そうそう、真っ白のちょっとあの白いスウェットの衣装だったんですけど、そうそう、なんか本番前にてか本番に必ず裏でコカ・コーラを飲みたい。そうなんです。あ、そうそうそう。私コーラを炭酸を飲みたい人で、飲みたい人で、でもう始まるよって言ってるのに飲んでたら、やばいやばいとか言い出してみたら、ここにめっちゃコーラこぼしてて、真っ白な衣装に、そう、真っ白な衣装に黒いコーラ、シミがついて、え、どうしようどうしようって言って、そう、もう本番10分前ですよってなって、で急いで、そう、他の高校生役のことがに、ね、がなんかこうやってトン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 トそう、それででも落ちないから頑張って裏のお手洗いのね、そう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 、水場とかで頑張って落としてて、でもオープニング曲始まっちゃって、あとトッキーないんだけどってなったら、お手洗いからバーンって出てきて、ギリギリ間に合わせてダーンって出てきて、そうそうそう、ね、そう、オープニングでちょっとこうなんていうの、一人ずつ登場して軽くなんかフリージャみたいのがあるやつで、あの自分の出る直前までトイレにいて、トイレのドアからあのステージまで直行っていう、袖がつながってるってね、道がね、なぜか。そう、すごいんですよ。でその後だからまだ公演が続いてたから、あのコーラ飲もうとするときに、待って、衣装着てるとか、私はなんか確認して、待って、かけな、なんかかけなとか言ってちゃんとその次からパーカーを持って係をやってました。本当に先生と生徒じゃなかったんだけどね。私は生徒じゃないんだけどね。そうそうそう、っていう、なかなかね、すごいでしょ。確かにこぼす印象すごいある。そう、こぼしちゃうのよ、結構ね、すごいこぼしてる気がするね。なんかね、そのコントの時も楽屋でこぼしてる。そうそうそう、なんかケバブがそのよく一緒にやるコントの劇場の近くにケバブのなんかやつがあるんです、ケバブ屋さんがね。それを結構しょっちゅう一緒に買いに行くんだけど、やっぱケバブってソースがこうピンク色、赤色とかだから、それがね絶対落ちるんですよ。落ちないよ。絶対ではないかな。落ちない。ケバブっていうものは食べたら絶対服が汚れる食べ物だけど。私落としたことないよ。落としたにしても TPO だよね。落とすの分かってたらそこで食べなければいい話。TPO って。確かにね、タピオカの略かもね。 TPO 今ちょっとやった。やった。 TPO は知らない。トキピンク色のソースを落とす TPO。 すごい。わあ、それですぐに TPO で出るのがすごくない？違う。TPO っていうのは、ちょっと略は称忘れちゃったけど、なんかその場所と場合に状況に合わせてねみたいなのを TPO に合わせてねって言うんだけど、そうそういう言葉があるの。そうそうそう。あ、頭いいね。違うって。絶対タピオカだと思った。違うって。まあまあいいのいいの。そんなことは。あのさ、なんでさ、いつも待ち受け画面ファミチキなの？またその話になります。いや、そのね、
まあ、ファミチキにした理由としてはただちょっと夢に出てきて、うん、結構なんか勝負時のなんかいい夢だったからなんか縁起がいいんじゃないかなって思って、うんうん、そのね画面に、うん、待ち受けにしたんだけど うん、それがもう結構3年前くらいで、うん、それをすごい周りから突っ込まれて、うん、ファミチキをなんか待ち受けがその可愛いファミチキ柄とかじゃなくてなんか白い背景にすっごいリアルな潜在写真なのファミチキの潜在写真みたいなそうそうそうしてるんですよそれ突っ込むよねっていう突っ込まれるからちょっと今変えるに変えれなくなったっていうだけなんですけどね、うん、そうなんか本当に最初さたタピオカされてるよ本当にあのファミチキを本当に開発した人かと思うくらいお気に入りなんだって思ったら生産者の面構えのんちゃんのさ、うん、さっき言ってたサラダのやつもちょっと気になるんだけどチラッとちょっと言ってたやつそうサラダに間違えてドレッシングと間違えて水かけちゃった気づかずに完食して気づいたら目の前にドレッシングあ使ってないドレッシングがあってあ私サラダ完食してるあドレッシング使ってないあこれは何っていうのは先週ありました海だなって思わなかった全くえ？動物かもしれない野菜本来のね植物の味を素材の味を楽しめるかなみたいな思ったんですよ本当に私結構味覚音痴ではない方なんですよけど、うん、必死に食べてサラダ、うん、なんか完食してたけどドレッシング一切使ってなくて間違いで水かけてたの、うん、わかります、この気持ちやったことある人いるんじゃないそれぐらいはなんかそこまでじゃないけど、うん、なんかこうのつもりでねやっちゃうみたいなこうゴミ、うん袋になんか大切なもの入れてんのに、うん、ゴミのつもりで捨てちゃうとかそういうのはあるけどね近くにあってねそう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 っかりあとさ違うしおりちゃんのさ天然エピソードさ、うん、頑張ってさ思い出そうとするんだけど、うん、あります、うん、ないいや私もね なんか言われっぱなしじゃあれだからと思ってすごい考えてたけどそうそうここ結構仲間意識になって結構考えたよいやでもそうなんだよね、うん、天然エピソードはあるってそう言われてさ自分で持ってきてもいいんだけどなくて天然からかき離れてて私がだから、うん、今回は2人の天然バトルのレフェリーをやろうって決めてた最初からあちょうどさお客さん奇数だからさ、うん、そうそう確かにあ手で開けてもらうどっちが天然かをここまでの今日のね番組の様子とかエピソードも丸ごと含めてのんちゃんとトッキーどっちが天然だったかというの全然私勝手めっちゃ悩んでる悩んでるよ明らかにこっちだよいやいやいや明らかにこっちでしょ今最後のアピールタイムアピールタイムってなんかすごい私別になんか最後の一言あれね、うんうん、あのコント一緒に出てて、うんうん、その絶対間に合わないのに、うん、そのそうそう私の自分の作ったコントであの一番重要なコントのキーとなるものを、うん忘れてきちゃって家にで間に合わないのに取りに帰ろうとしてでみんなで全力でそうそういや絶対間に合わないからっつって出番そう止めて そしたら奇跡的に他の人がそれを持ってて、なんとかなったっていうすごいしかもそれが正直言ってどうでもいいやつでどうでもよくないってそれは何なのかも甘いた甘いた人ですから違うちょっとねあのね違うの違うのそれはエルっていうあのデスノートっていう漫画に出てくるすごい天才の真似をしてるけど、うん、なんか全然L知らないですよっていうキャラクターがいてそこに妹がなんかデスノートの本むしろ借りてたの面白かったよって持ってくるってそのデスノートを忘れてきたっていう私が知ってるのは、うん、漫画のカバー忘れてだからそう漫画のカバーっていうか漫画をっていうか天然だから分かってないんだよ二重な何かが起きてるんですねそうそうそう天然だから漫画を忘れてきてどうしようそれ巻き込み事故だったないからコンビニでちょっとそのあのカバーの画像を印刷してちょっとなんかお菓子の箱かなんかに巻いてっぽく見せようかなっていう間に合わないからっていうのをやってたのカバーを忘れたわけじゃないもん あ、そうなの本を忘れたなんか俺最後のアピールしながら自分の全然水を持った感じになってるんですけどそれに私もね、うん、コントのあれで言うと、うんあのコントって結構全部体で 十何本ある中で1人が 3,4 本ずつぐらい出るっていうやつで、うん、コントによっては一言二言ちょっと出て終わりっていう役もあるんですけどそののんちゃんがね二言しかセリフがないコントで、うん、そのちょっと将棋最悪これしかも将棋みたいなコントで、うん、のんちゃん
が、なんかね、後手しかなかったんですよ。そう、そう、後手、将棋のなんか、はい、中継みたいのって見たことあると、うん、後手何々さん2、1みたいなセリフがあるんですよ。それをあの先手が言う前に後手を言い出してで先手ももうなんか何も言えないし後手も何も言えないしってなって全部狂った。そう、二言なのに、そう、二言なのに、後手しかないのに、のにそこでミスっちゃった、そこの言うタイミングをミスってコントが本当に5秒ぐらい止まるっていう。ああ、あれ、いやもうさ、舞台俳優あるあるがさ、やっぱセリフさ、うん、多いと逆に緊張しなくて、うん、少ないとさ、その荷物だけでもさ、確かに逆に、ね、そこに語ってる感はあるよね。緊張しない、なんか、なんていうの、プレッシャーを分散していくと、うんうん、トータルのプレッシャー分散するとここが重いもんね。後手に100%いっちゃって気持ち余って早くいっちゃったの、ネタバレしちゃったんですよ。そう、先手が何も言ってない、もう何も言ってないのに、人生で初めてのコント中に10秒静かになるっていう、うん、初めてですよ、ね、気持ちはわかるかな、でも確かにね、天然エピというよりは。そうかな、いや、ね、でもなかなかの、じゃあ奇数だから、ね、聞いてみよう、ね、そうね、じゃあ結果聞いてみますかね、じゃあ審判聞いてみて、はい、皆さん決まりましたでしょうか。おあれ、じゃあもう聞いちゃうぞ。じゃあまず一番天然なのはのんちゃんだと思う人。はい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 、決まりましたね。15人ぐらい手挙げてます。すごい、圧勝です。圧勝でした、圧勝でした。もう私なんて歯が立たないです。ちょっともう分かってたけど、ね、この飲み物でも分かるよね。え、なんで MC 水じゃないの。後半から水に切り替えるんです。自由な感じがね、可愛いんですよ。そうそうそう、この天然な感じ、そこが魅力のね、ゆるくやろうっていう、そう、守りたくなっちゃうってこと。なんかすごい褒めてくれる、うん、褒めるしかないじゃん。今さ、めっちゃイケメンだったんだ。なんだね、どこかどこか。いやいやいや、ね、可愛いなと思って、はい、じゃあね、そんな感じで、そんな感じで、じゃあね、はい、まあね、誰が天然か決まったところで決まったの、聞いていただきましょう。はい、明らかに私やん。はい、じゃあ聞いてください。ドリームゾーンで占いなんて嫌い。どんなに悩んでても立ち止まれない。占いなんて嫌いを聞いていただきました。はい、じゃあ次のコーナーですね。うん、次のコーナー、コメントになんかね、うん、書いてあるよ。天然ジャッジは主張してる側も挙手していいですか？ダメです。せっかく出てくれてる配信の方。じゃあ次回ね。次回。あ、じゃあ次回もバトル制になるのかな。ゲストの方ごめん、まあ、どうせ今日ものんちゃんでしょ。そう、どうしてもね、わかるよ。いや、ときちゃんかもしんない。え、じゃあ勝手にやってもらっても大丈夫です。はい、はい、ということで次のコーナーですね。
次のコーナーは北千住って知ってるっていうコーナーですよ。はい、ここがね北千住、うん、このスタジオが北千住にあるので、うん、ちょっと私もね北千住結構まだ 3,4 回目なんですけど、うん、でね、まあ、3,4 回目とかの方も確かに1回目の方もいらっしゃいましたね。だからちょっと北千住について知っていこうってことで、なんか北千住私知ってるよみたいな、それ来る途中になんかこれ気になったってある方いる？はい、あ、じゃあ谷しおりさん、ありがとうございます。急に議長が私はなんか地元がね、うん、あの千葉県松戸市なんですよ。なので実はここすごく近くて常磐線で一駅でパッと来れちゃうんです、あら、だからちょっと遠くから来た方もいると思うんですけど、私はちょっと近いなと思って来たんですけど、で、あの友達がね北千住に住んでたことがあって、よく遊びに行ってたんですよ。で、なんかその子が言うには、なんかめちゃくちゃ背が低いトンネルがあるっていう、聞いたことある方いるかな、なんかテレビでもロケでも来たことあるらしくて、なんか上に線路があって電車が走ってるんですけど、まあ、高架下のトンネルがあって160センチしかないんですよ。だから背が高い人とか、私多分ぴったりぐらいなんで、頭をくっつけながらくぐるしかないっていう、すごい低いトンネルがなんか、ね、あるっていうのは聞きました。っていうだけの情報。面白い。逆に行ってみたいよね。行ってみたいね。そう、見てみたい。なかなかないトンネル。でしかもそこで電車が通るとめっちゃ怖いらしい。ホラーじゃん。低速感がすごいから、低くて狭いから、ドガーってすぐ上の電車が。ちょっとね、アトラクション、そう、アトラクション的なノリになるっていうのは聞きましたんで、気になったら行ってみてください。行ってみたい。すごい。しかもね、北千住はすごい昔ながらの商店街がいくつも残ってて、昭和レトロな、ね、雰囲気も楽しむことができるから、私もね、ここ来る時にすごいちょっと商店街寄ったんだけど、本当になんかレトロ風なお店とかもたくさんあって、すごいね、もっともっと研究してみたいなって思ったし、あとね、何より、あの一人暮らしの方、家賃が安いんだって。そうなんだ。らしいのよ。物価が安い。一人暮らしだけどね、でも住めるってことは、だから私もね、今実家が関東だからあれだけど、もしね、一人暮らしとかで、するなら北千住らへんいいなっていうのが、でも結構都心も出やすいしね、一本で出やすいよね、千代田線も。確かに、確かに、すごい6路線が乗り入れられる、ね、そうそうそう、すごい、6路線もあるんだ。そう、千代田線、日比谷線、常磐線があるでしょ、あと、いや、東武伊勢崎線、つくばエクスプレス、へえ、そうか、確かにね、駅も大きいしね、確かに、広い。これ以外で来たよって人いる？どこか来るしかない、住んでる、そこに住んでる、確かに、泳いできた？どこ？海ない、海ないから、すごいね、なんかときちゃんとかある？私は結構上京してすぐの頃だから、結構今から 4,5 年前ぐらいに結構北千住の周りに住んでる人たちにお世話になってて、一回その音楽活動してる方のミュージックビデオを北千住にあるバーの中で撮影して、そこに私もちょこっとバーに座ってるお客さんとして出させてもらったっていうのがあります。あ、じゃあ多分3人の中で一番北千住は、うん、どうだろう、いや多分チャニさんの方が詳しいけど、まあ近いからね、そうそう、詳しいってほどじゃないけど、でもな、結構おしゃれなカフェとかも結構あるって、聞いた。モーニングとかがなんか有名で、結構朝行列の店の名前をね、なんか本当に始まる直前にその住んでた友達に、あの店の名前なんだっけって連絡したんだけど、未読無視されて間に合わなかったんですけど、そう、なんかね、美味しいモーニングが食べられるおしゃれカフェもあるって。これはね、おしゃれカフェなのかな、スタジオ隣にある、あの、東京セブンティアっていうね、あのタピオカなんだけど、あったあった、私ここ絶対に毎回ね寄るのよ、毎回持ってるよね、あ、そっか、分かるか、サイズが大きくて、確かに L サイズです、お得そう、はい、ね、今日はキャラメルミルクティーにしたんですけど、全然飲んでないっていう、まあまあね、しかも野々さんは水を忘れてタピオカ買ってくるっていうMC で、さっきもさ、始まる直前にさ、やっぱ水欲しいよねってなってさ、じゃスタッフさんが買ってきましょうかって言ってくださって、何いるって言ったら、カフェオレとか言って、これだって、まさカフェオレ、水を欲しかったんじゃないのみたいな、なんか思ってわかんないこと言い出して、結構野々がラジオやると、あの
私みんな水なんでしょ、うん、私はなんか結構カフェオレとか紅茶とか、うん、ミルクティーとかで、うん、もうその他の曲でもすごいびっくりされて、うん、えなんでみたいな、まあ、普通お茶か水でしょ、ね、まあ、でも気分が乗るとかその好きなのがあるのは分かるよ、まあ、確かにこれがある上でカフェオレはちょっと分かる口の中がさえー、全然もう、あでも私も結構ね、うん、私も舞台の時飲み物複数本用意するのがいつもで、うん、さっき言ったコーラもそうだし、うん、あのお水も絶対必要なんだけど、その他カフェオレとかと、なんかほんとミルク、うん、何いちごミルクみたいなとか、うん、とにかく甘いのたくさんと水みたいな、いろんな種類の甘い、なんか脳に糖分をさ、そうそうそう言ってたよ、なんかなんでコーラなのって聞いたら、なんか効率的に脳に糖分を持っていけるみたいな、一番コーラが効率的に脳にこう糖分がいくらしいっていうのを聞いて、集中力上げるためにコーラにしてる、集中力上げたい時はコーラ絶対、本当はいいんだって、でもすごいこぼすから、そんなにこぼすコーラやめなよとか言ったら、でもこれがいいんだってこだわりがあるらしい、しょうがないよねしょうがないなと思って、しかもね、北千住ね、うん、大学がたくさんあるの、東総大学、東京芸術大学、東京未来大学、うん、帝京科学大学、うん、東京電機大学、え、東京芸術大学って北千住なんだ、確かに名前は聞いたことあった、うん、すごいあれだよね、なんか有名な、うん、あの芸術、そうだね、だし結構工学歴みたいな、うん、そうそうそう、すごいなんかのあるのかな、うん、そうね、かね、北千住、あと電気台口だっけ、なんか東口、うん、電気台口ってありますよね、あ確かに電気台口ってあった、ね、だから大学名が入ってるくらい、ね、学生の街っていう名があるんだろうね、5つの大学が集まる学園都市、学園都市かっこいい都市、学生の街だし、こう飲み野外みたいなとことかもあって、うん、すごいなんか何でもある街だ ね、さっきの下町もレトロな街もあるし、うん、そうそう、あるよね、みんなが住みやすい街だもん、うん、すごい大阪に負けないぞっていうぐらいのたこ焼き屋さんだし、へえ、そうなの、なんか多分スタジオ近いよ、うん、あのね、あでも徒歩2分ぐらいここから、なんかそこから見えない、すっごいでっかくたこ焼きみたいな、へえ、そうなんだ、終わって、うん、あ、すっごい美味しそうって、うん、そう、駅前なんかめっちゃ店あったしね、うん、すごい、どこの出口から出ても栄えてるなと思って、すごいよ ね、いや、北千住いいな、うん、いや、だからね、もしもね、一人暮らしとかでね、どこに住もうかなって悩んでる方はね、家賃も安いので、不動産会社買ってお勧めします、ね、はい、いいですね、はい、と、うん、ことで、次の曲聴いていただきましょう、ドリームゾーンで君に会うための片思い、初めて会った時すぐに気づいたよ、僕は君を探してた、聞いていただきました、はい、ってことで次のコーナーいきます、はい、ノノノポリス、おー、ポリス、はい、警察、このコーナーはね、うん、そう、事前にリスナーの方からあの悩み質問をあのいただいてて、うんうん、それをね
私のののんけ部と何もらこの位置何もらってんの平和と都市の間みたいなゲストさんがねどんどん解決していくっていう警部の私たちもなんかそういう警部補かそうそうそうなるほどねいらっしゃ一家ですいけますはいということで早速悩み質問ラジオネームニッポさんからいただきましたありがとうございますありがとうございます人付き合いが苦手で飲み会とか行きたいのについ自分がいたら邪魔かなとか考えて、もう帰ってしまいます。飲み会で深まるコミュニケーションもあるので、本当は参加できるようになりたいんです。だって。おー。なんか飲み会とか行くみんな。私あんま行かないんだよね。私も行かない。ちょっと、やばい、解決できるか私さ、まずい。ときちゃん分かると思うけど、うん、すぐ直帰してるよね。確かに、すぐ帰る。絶対行かないより道。忙しいしね。意外と真面目なんですよ。私ね、お酒が飲めないのよ、そもそも。お酒が、アルコールすっごい苦手というか。そうなんだ。めっちゃすぐ赤くなる。多分ね、分解酵素持ってないっぽくて。そうだ、本当にもう飲めないから。だからそう、お酒をがっつり飲むぞっていう会には行かないけど、まあ、付き合いでね、そう行ったりはするかな、打ち上げとかね。そうね、なんか、やっぱコミュニケーションというか、それでしか仲良くなれない時もあるもんね。そうね。飲み会とかでね、確かに、コミュニケーションなんか、広がってるイメージがあるから、うん、私も気持ちすごいわかる、うん、いや私もすごいっていうか気持ちはすごいわかる私こっち派なんだよいや私もだからみんな持ってる悩みなんですよねね、ニッポさん含めて悩みとしてはでも自分がいたら邪魔かなとか考えてって言ってるから、うん、ネガティブそうちょっとネガティブな気持ちになっちゃうね邪魔でもないと思う私そんな邪魔って思ったこと全くないもん一緒に対して、うんうん、そうだよねそれをどうしたら確かに払拭できるかなってことだよねこういうのは全部勝利ちゃんに任せたら待って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 ねえしっかりしたさっきも消化、なんだっけ分解酵素みたいな分解酵素なんか難しいこと言ってる難しかった天然2人いるからやっぱ先生に答えてもらおう、でも邪魔なことはないと思うんだよね、うん、だ飲み会誘われてたらまず邪魔じゃないと思う、うんうん、そうだよまず誘ってもらってる時点で来てほしいから誘ってるから誘われてたら全然行けばいいと思うんですよ、うん、誘われてないけどなんとなくこうやるかなみたいな場合 そこに行くときはちょっと勇気いるかもしれないけどでも飲み会行きたい気持ちがあったら、まあ、誘われたものはじゃあもう全部行こう、うん、確かに邪魔ではない邪魔ではない、うん、そうだよ誘われてるんだもん、うん、そしたらじゃあ飲み会での立ち回りをそこで学んでというか、うんうん、あこれならみんなに迷惑かけないなというか楽しめるなってなってきたらもう自分から私も行きますって言うっていう第二ステップに行こう最初はもう誘われたら全部行くなるほど邪魔じゃないって思えば大丈夫なんかすごい何でも相談したらそれでもないもうそれしかないもんそうこっちが警部かもしれない、うん、こっちが交換じゃあ次さんね頑張ってください、うん、はいじゃあ次のお便りいきます、うん、ラジオネームマーニーさんからいただきましたありがとうございますおいるしてるおあ上げてくれたありがとうございます最近どうしようもなく気分が落ちてしまうようなことがあったのですが、うん、再浮上するきっかけもつかめずとても苦労しました、うん皆さんはそのような時どういうことをしたら気分あどのようなことをして気分転換を図っていますか、うん、あーでもあるよわかるよ、ね、全部あるんだよな私気分は落ちちゃうことも落ちるあるえどうしてますめっちゃ落ち込んだ時何してる、落ち込む、落ち込むよ結構私しおりちゃんにそうはあーそうねするよねどうしようみたいな ねそうだね、こう見えて結構考えてるんですよそうなんですよそうなんですよでもその時はさ今でも元気にやってるじゃん、うん、えとりあえずどうやってる人と喋ったら、うん、まあさなんかちょっとさ和むじゃん、うん、私はもう一人でいないようにしてる、うん、あの家族とか、うん、そうそうとか友達とかと、うん、その悩みがある時はすごい喋るようにして、うん、ちょっとでも自分の気持ちが落ち込まないようにその例えば、まあ、悩み相談ばっかりしてたらあれだけど、うん、その悩みを相談して、うん、それは半々くらいになるからって自分の中では半分半分あ分け合ってそう分け合って、うん、みたいな勝手に思い込んでるんですけど、うん、いうことをしてます私は、うんうん、あいいね人に話すことでなんか気持ちを解放するとか、ねね、あるからねストレス発散になるからときちゃんうん私は結構、まあ、その落ち込むようなことっていうのが
何かっていうのにもよるとは思うんだけど、うんうん、結構なんで私こその自分がすっごいなんか気分暗く落ち込んでる時になんで私こんなに落ち込んでんだろうっていうのをちょっと考えてみるとか、うんうん、あ自己分析そうそう分析して、うん、でそれで自分の中でこれが嫌だったかこんな落ち込んでるって思い込んでたけど、うん、意外となんかこうなんていうんだ突き詰めて考えてみたらその手前のここだったかもみたいな、うん、になんかたどり着く時もあってってことはまあなんかそんな大丈夫かみたいになったりとかね一回だからがっつり落ち込んでみるみたいなことかもしれない突き詰めて落ち込んでみるすごいみんなすごい真面目にちゃんと、ね、のんちゃんは人に喋っていこう、うん、だけど、うん、結構時計自分で考えて、ね、自分で一人で解決していく解決していくってタイプだ、うんうん、確かに違うしおりちゃんは私はね寝る、うん、寝るね、それもある、うん、正直寝る、ね、私そう正直いや落ち込むことはもちろんあるんですけど、うんうん、寝るとね忘れはしないけど、うんうんうん、なんかこうなんだろう日々、うん、その日ごとに多分リセットが行われて脳みその中でだからすごい寝て朝起きたらあれ昨日なんであんなに悩んでたんだろうみたいな、うんうん、残ってはいるけどちょっと軽くなるんですよ、うんうんうん、あるあるそうだから多分ね本当にどうしてももう気分が落ち込んでる時って大体睡眠不足だったりするのが多くて結構直結するんだよねなんかねそれなのよ私も行き着いたあ睡眠不足だったから、うん、こんなちょっと気分が落ち込むだけだったかもってそれが原因でこれを大きくなんか捉えちゃうようになってたのかもみたいなのとかある、うんうん、そうだからその悩みすぎてなかなか眠れないとかもあるかもしれないけどそれはなんかこう眠れる音楽とか聞いて、うん、まず寝てみると何か変わるかもしれないなって思うよ、ね、確かにそう確かにねじゃあ皆さん寝ましょう、ね、いろんな方法出ましたんで、ね、やってみてください、はい、次最後ですね、うん、最後いきますラジオネームみゆちゃんからいただきましたありがとうございますのんちゃん、たにさん、ゆうきさん、こんばんはこんばんはこんばんはのんちゃん、冠番組おめでとうございますわ、ありがとうございます私の癒しはお風呂です、うん、毎日湯船に浸かるのですがつい2時間くらい入ってしまう日が多いくらい大好きです一日の疲れを癒すためにリラックスする音楽を聴いたり、うん、あの好きな匂いのバスソルトを入れたり自分的に毎日違う空間を楽しんでいますお三方は湯船は毎日浸かる派ですかまた自分があのもしお湯に浸かるとしたらどんな入浴剤を入れてもらうと嬉しいですか、うん、これからも頑張ってくださいのんちゃん大好きですありがとうございますお悩みというか質問ですね、うん、質問だねうん、うん、私入浴剤入れないんだよねそうなの入れないえ入れます入れる私も入れる派だな、入れたくなっちゃうどんなの入れるんですかなんかシルクみたいななんかこう、肌が潤う系のやつとかあとなんかラベンダー系の、うんうん、そうなんか北海道に旅行行った時に買ったなんかねラベンダー畑のなんかラベンダー農場で買った、あの入浴剤があってそれが良くて使ったりしてるし、あと2時間ぐらい入ってしまうって言ってたんですけど、うんうん、私も全然本当2、3時間ぐらい伸ばせないの伸ばせないなんか多分ぬるま湯にぬるま湯とかぬるめに設定してるのもあるんですけど、うん、携帯持ち込んでるんですよ、うんうんうん、もう時間忘れてもう無限にいるそこが一つの部屋みたいにそうそうそう落ち着くんだよねなんか蓋をここまで閉めてここにスマホ置いてちょっと何岩盤浴的な感じになる痩せそうむくみ取れそう、ね、あでもむくみはめっちゃ汗かいてるから無意識にそうだよねそう疲れた時は絶対使った方がいい私は使わない派でそうなの私ちょっとうちがシャワーしかないお家であそうかないのか疲れない疲れないからたまにそんと疲れたいなっていう時は近くの温泉銭湯みたいなとこに行って、うんまあ、そことかもいろんなあの何かありますからバラのなんかお湯みたいな、ね、色がついたお湯なんかリンゴの香りのお湯みたいないろいろあるんでそれは楽しいですちょっと私もなんか入浴剤なんかね入れよっかな、うん、なんか確かに旅の思い出とかっていいかも、ね、そうそうお土産とかでなん入れない理由はなんだっけめんどくさい結構掃除とか必要だったりするのかな、ちょっと浴槽になんか影響するやつとかもあってなんか硫黄とか入ってますみたいなあそれそうそうそうでも最近でもそんな
そればっかじゃないか、その、なんか色つきますよって書いてあったら注意書きに書いてあるから、あ、じゃあそうじゃないやつを、ね、困ったことはない、うん、そうだね、なんか入れてみようかな、理由がめんどくさいだけだったら入れてみたらハマると思うかな、本当、うん、じゃあちょっとね入れてみたいと思いますぜひ癒されるんで、結局私がね悩みを解決してもらったっていう、もうこっちが警部ですね、はい、すぐ勝手に喋っちゃった、はい、ということでありがとうございます、のののんポリスのコーナーは以上です、はい、ありがとうございます、最後に告知とかねあればあの言ってこうかなって思うんですけど、うん、まず私ですね、私は JCOM と光 TV とスカパートケーブルテレビで、あの関西発めちゃめちゃ釣りたいっていう釣り番組のレギュラーで毎回出演をしています、うん、VOD っていう無料のアプリでも見れるのでよかったら見てください、うん、あとはあの SNS あのアットマーク NONONON_0818 で検索すると私のアカウントが出てきて、たくさんね出演情報が他にも見れますので、うん、よかったらお願いします、見てください。じゃあときちゃん、はい、まずですね、うん、私今月の19日あと2週間後に、うん、主催で、即興芝居をするイベントを主催します。あとちょっとタイトルが自分でつけといてちょっと恥ずかしいんですけど、アドバンスバイ、リブートライブってこのアドリブになってる、略すとアドリブライブになってるっていう、ちょっと恥ずかしい、自分でつけてなんか恥ずかしいですけど、はい、そのライブが、19日にありますので、ぜひなんか気になった方すごい楽しいので来てください、そしてなんだっけ、なんか告知を止めてたけど忘れちゃった、キラキラの聞かれか、あ、まあでものんちゃんと毎月毎月、まあ、のんちゃん、まあ、お互い出ない時もありますけど、コントライブには出演してるので、それもぜひ見に来てください。ぜひそういう情報もあるので X とかフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。しおりちゃん、はい、私はちょっとあの舞台とかまあ、よく出てるんですけど、今次に出る作品が特に決まってるわけじゃないので、出たらすぐにあの私も X やってますので、しおりアンダーバタニのアカウントから私の情報を随時チェックしていただけると嬉しいです。であと、YouTube で見れるアニメとしては超普通県千葉伝説っていう千葉県を舞台にしたご当地アニメだったりとか、私の地元超普通都市松戸伝説という松戸を舞台にしたアニメの主人公もやってますので、すごい、 YouTube で検索したら出てくるので、よかったら見てみてください。お願いします。すごいね、みんなみんなすごいねということで、もうエンディングなんですけど、今日どうでした？楽しかった、うん、楽しかった、あっという間、あっという間だ ね、1時間持つかみたいなこと言ってたけど、ね、ですかって言ってたけど、私緊張しすぎて、うん、私が水飲まないことなんてありえないんですよ。飲んでないんだ今日。確かに、じゃあリラックスしてできたってこと？緊張しすぎ。緊張しすぎ。緊張すると水飲まないの。そういうことか。そう、私逆じゃない普通。だからね、すごい緊張してたんですけど、うん、けどさ、もう2人がね支えてくれて、そう、なんかさちゃんとね楽しいのののらしい番組が第1回目からできて本当に嬉しいし、いやね、なんか最初はね本当にもうめっちゃ真面目にやろうと思ったの、うん、無理でしたいやちゃんとニュースキャスターみたいにやろうと思ったの、それでは始まりましたみたいな、そうそう、第1回目改めてねすごいいい番組、よかったね、おめでとうじゃないかな、はい、そうですか、1回目がね2人で本当に良かったです、ね、いやこちらこそ、よかったら、ね、また来てほしい、いやまたぜひ呼んでください、いつでも、うんうん、ありがとう、助けてくださいまたバトルしなきゃね、次は勝つよ、全然でいるつもりなんだね、じゃあもう改善しようじゃないか、いや治らないよね、になっていく、全然は治らない正直私も頑張った正直、うん、もういい年だし、そうそう、いい年だしねって思うよね、で、ここ同い年だし、うん、真面目にね、天然魔法を、頑張ってもうやめたいと思ったけど、うん、これ作ってないから、それを味にしてね、こういう番組とかもやっていったら、それを愛してくれる人がね、いるからね、うん、大丈夫、自信持っていこう、そうそうそうちょっとでもね、ありがとうございます、あ、すごい今日会場来たかったけど体調崩していけなかったって、あ、いいけど、ありがとうございます、ね、でもこれから言ってくれて、はい、それでは、はい、そ
ゃあまた来週って言ったらバイバイでお願いします。ありました。はい、それではまた来週。